け、間抜け。そうなんだよ、蹴ってんだよね。すげえ、何でもできるな。やばいな、私マジで。多分ね、追い抜かされるレベルじゃなくて、もう追い抜かれてる。知ってる。もともと優位に立ったことはない気がする。そうだよね。そんなことない。私らさ、6年の時5年に1回も勝てなかった、確か。何、うん、そっさ一回も勝ってないよ、うん、U13 A チーム19番戸村選手のトライです。失礼しました、8番、植木選手のトライでした。失礼しました。U15 A チーム20番篠原選手のトライ、ゴールも決まりまして7点を追加いたしました。現在12対7で、左から右に攻める U13 A チームのリードです。あ、そう言ってた、なんか大和市の駅伝大会で理科の先生にも出たらしい。子供もあと陸部の陸部の方は先生、先生チームだったらしい。行っちゃった。U13 B チーム、2番、梅津選手のトライです。ゴールも決まりまして、14対12で、現在 U13 B チームがリードしています。入ったらピッ、やんないや、やってないですよ。
きっちりダブルタイそのままそこでカードノーマンノーマンもっと行けてバーディーバーディーどうするのされてる状況なんで早いちょっとすごどうしたんだあれ後ろ。何時か？多分話。お。行った行った行った。大丈夫鼻血出ちゃった。うん、すげえなこれなんだっけロックハーフ、うん、今中鼻血だから痛いの、うん、もう終わりU13A チーム8番植木選手のトライでした。ただいまの試合、17対14で U13A の勝利です。一般のカッパローズ。